りあえず自己紹介しよう。俺は名古屋から連れてこられたの。待て待て。はい。お互いの素性なんか知る必要ねえだろ。いやしかしこれから1年家族として過ごすわけですし。どうして家族やるだけで借金チャラになるのかな。偽家族ってバレたらどうなっちゃうわけ。殺されちゃうとか。そう。みんな素顔隠してる。どうせならマスクでもすればいいのに。いい加減にしろ。もうやめろけど。他にもクリスチャンがいるの。誰。佐藤の家に隠れキリシタンがいるのね。じゃあ今から順番にこの上歩いてもらいます。何やんな。いいねいいね。面白いからやりましょう。私が先生の最後の相手なの。ごめんなさい。私だから。何言ってんだおめえら。うちだってば。俺を殺した女には遺産を分けてやるなんて言ってましたけど、まさか現実になるなんて。この中で一番のミューズが先生の遺産をもらえばいいんじゃない。皆さん、親父の最後の姿教えてください。うちは正常位だった。腰振ってる途中でうーってなって死んじゃったの。騎乗位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 よ。バカね、貧乳女。そんなに貧乳って悪なのねえ。いやいやいや大丈夫。揺れた。揺れてる。揺れたね。今日でしょ。何がだ。意地悪なこと言わないで。受給日でしょ、年金。もうこれしか道はないんだ。お父様、お父様。カット。 OK です。早く。